はいどうも、水溜りボンドのカンタです。お願いします。お願いします。ということで、めちゃめちゃやりたかった企画をやっていこうと思います。冬なのに半袖でお送りしております。多分1個前の動画、トミくんダイエット成功おめでとうございます。おめでとうございます。本当におめでとうございます。ちょっと1個思ったことがありまして、トミーとカンタ逆になってないっていうことなんです。簡単に言うと、でかい方がトミー で細い方がカンタみたいな感じでね、水溜りボンドってこうやってまして、結構そのイメージついてると思うんですよ。昔は本当にチョコとかしか僕食べてなかったんで、結構不健康だったと思うんですけど、いい意味で、まあ、健康になってきたのかなと思ってるんです。トミーがこうめちゃめちゃ痩せてきて、カンタがこう上がってる、ここの P、 交点 P さん、このポジティブ、ポジティブ、そこの点 P をこうピッてなる瞬間をちょっと楽しみたいなということで、カンタ太っていこうかなと思っております。はい、逆にしていこうということで、トミーが水溜りボンドの細い方、カンタが水溜りボンドのでかい方になりたいわけですよ。やっぱね、トミーは30キロぐらい痩せてるんじゃないですか。なんで30キロ僕も増量したいなと思って、ということで今から特殊メイクをねお願いしたいんで、特殊メイク屋さんの方に行きまして、事前に型取りをして、僕が太った状態で、数日後トミーくんに会いたいと思います。とんでもない映像になるんじゃないかな。まあ、最近見なくなってるとか、友達がサムネ見たら腰抜かすだろうねはい。で、もっと面白いのが、僕は特殊メイクだけど、トミーはガチでやってるっていうのが、まあこの企画のね、まあネックというか、まあトミーがダイエットをして、ああいうね、ことになってるんで、そこをうまく企画に利用するのがやっぱ YouTuber だなと思ったんで、こういう企画をちょっと、立てさせていただきました。んでね、ちょっと街中に出て、どんぐらいみんなが気づくのかっていうところも、8年目の真実、を追っていけたらいいなと思うんで、そういう検証をしていこうと思います。まず僕は太っていこうと思うんで、太らせていただこうと思います。はい、お願いします。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、メイクアップディメンションズの佐々木さんに、今日は僕を太らせていただこうと思います。よろしくお願いします。そんなことできるんですかね。もう大体できますよ、何でも。1、2週間前ぐらいに一回型取りみたいな感じで、僕の体に合ったなんか脂肪の感じをね、ちょっと調べていただいたりしてるんで、どんぐらいのお時間かかるんですかね。メイク時間、はい、大体1時間半ぐらいで。あ、じゃあ1時間半後にはもう僕はもう、そうそう、結構いい感じに仕上がってるってことですね。100キロ超えぐらいの。どうでした、僕結構 なりそうでした。結構いい感じの。そうですね、思った以上にすごい似合ってましたじゃあね、いつかね、本当に太った時はこうなるぞっていうのだけ一応提示しつつ1時間半ちょっと大変かもしれないんですけど、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、楽しみだな、普通に。トミー見た時のリアクションがちょっと楽しみですねあー、すごい髪切られるみたいなのか。この寒い時期でだいぶ良かったと思いますよ。あ、本当ですか。夏場、もう夏場だと真夏にダウンジャケット、フルフェイスみたいな。確かに動きづらいもんなんですか。いや、でもそうでもないですよ。ちなみに今、体重何キロぐらい。今70ですね。はい、昨日で2キロ食べました。YouTuber の方と全く同じご飯を食べるっていう生活をしてるんですけど昭和感ありませんね大丈夫ですか。いや、普通にしてます。以前その特殊メイクさせてもらった時はこれ頭の坊主メイクでしたからね。そうですよね。今回は顔面ですので。そっか、やっぱ首からこう太くしていかないと違和感が出ちゃうってことなんですか。そうなんですよね。結構ここにつくんですよね。ここ顔面じゃなく、あ、顔面ももちろんつくんですけど。はいはいはい。あ、じゃあ意外と顔だけやると違和感になっちゃうんですね。そうですね。
から来た。ついにこれが今下地みたいな感じだったんです。そうですね。来るぞ。すっげーリアル。ついてくる感じがある。この今貼ってるの重さ測ったら 800g ぐらいです。おー、顔にじゃあ約 1kg ぐらいがつくと。そうそうですね。重さで言うとそんなにめっちゃ重いわけじゃないですよね。そうなんですよ。右だけ。右だけ？なんか愛らしい。これ顔ですか？すごい。正面すごいわ。犬飼ってそっち。ちっちゃい。これであともうちょい境目をなじませて色をつければ。はい、あ、もうじゃあ結構完成に近いと。そうです。すげえ。最後のトイレ大丈夫ですか？トイレ行きますじゃあ立ってもらって、はい、こうです。あ、まず腰を入れます。あ、で、はい、大丈夫ですか？ちょっとグッと下に、はい、はい、はい、OK です。無理っぽいけど、あ、ずっと行っちゃえば行けますよ。ずっと行っちゃえば嘘みたいな人見方したよということでありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。シートベルトってこうできますか？私水溜りボンドのカンタでございます。ということで、まあ、オープニングでも話したんですけども、やっぱりね、水溜りボンドの質量保存の法則ってやっぱあると思うんで、でね、今ねトミーが撮影に来るんで、ちょっとこれを見た時の新鮮なリアクションをちょっと見たいと思うんで、目隠しをしていただいて連れてきてもらおうと思います。どういう感じなんだろう。結構太りましたね。ちょっと苦しいから、ちょっとトミーがもう多分来ると思うんですけども、来るとき連絡くれるって言ってたんで、ちょっと待ちたいと思います。ガープハンニャブル。お、コビーや。コビー嬉しい。お、トミー来たって。ついに揃っちゃうか、水溜りボンド。ついに水溜りボンド揃っちゃうか。来た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 。あ、出ちゃないじゃん。何？急に怖い、急に怖い。もう何？何？怖い怖い、もう怖い、もう怖い。びっくりした。小さい事故を起こしちゃったよ。じゃあトミー君に。はい。近ない今日。近くない。はい、どうもトミーさんです。お願いします。では一緒に頑張っていきましょう。お願いしましょう。なんて？トミーです。カントです。お願いします。はい、ということで、まあ、ちょっと、うん、僕ちょっととあるね、はい、企画をちょっと今日準備してまして、はい、とりあえず見てもらった方が早いかなということで、うん、ちょっと目隠しを外していただいてもいいでしょうか。はい、じゃあ外します。眩しい。おはよう。20キロ増量してみた。そう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 、こういう感じでちょっと今やっていこうかなと思って。え、老けた。思った。思ったそれ。いないね。あんまいない感じになっちゃったね。なんかやってみた。なんかトミーダイエット成功した動画多分上がってるんですけど、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、で思ったんです、うん、なんか俺の方が体重重くねっていう、ね、永遠の問い。普通に俺より痩せんのやめてっていうのもあるし
で、水溜りボンドを初めて見てこう応援してくれてる人は知って、うん、ごめんね、なんか説得力ある感じでなんかスピーチうまそうその2人がこう仲良くさ、検証をしたりとかさ、うん、やっていくっていうのが言ってしまえばなんか面白かった、アメリカンだったアメリカンだったわけではないけどねところはあるじゃないですか。めっちゃおもろいよ。その方がいいわ、なんか最高だよ。なんかさすがに人気なる。人気なる。いや、めっちゃうざいよ。スマホのいじり方とかこうだからね。最近だよ。多分なんだけど。いいよ。で、特殊メイクを今してるんだけど、してる？いやいや、してる俺今。馴染みすぎちゃって、してる馴染みすぎ、増えることはできても減ることってできないんですよ、うんうん、その映像的に。まあ特殊メイクでも減らすことはできないからね。そうなんで、まあ、トミーはこの企画のために痩せてくれてたわけじゃんいやいや、お前今そんなドーピングして戻った時自信なくなるぞ。逆にしちゃおうと思って、はい、20キロトミーが痩せた分僕が来ました、増えました。20キロどころじゃなくない？いや、意外とそんなもんよ。もうこれで20キロで、まあ、今日ちょっといろいろ考えてまして、はい、1個やりたいのがあるんですよ。で、やりたいというか、まあ、トミーに体験してほしいのがあって、うん、でかい人2人に挟まれるっていうのやってほしいね、うんうんうん、なんで、これからちょっとデカキンさんに、うわぁ俺とデカキンさんに挟まれてる、ちょっとトミー見て。確かに、確かに、真ん中にね。俺はそれあったからね。うん、そうだね。でかいトミーとデカキンさんの間に俺いて、その映像をちょっと撮りたいんで、はいはいはい、で一応デカキンさんには僕らがこうなってることだと伝えてないんで、うんうん、ちょっとリアクションも撮りつつ。俺痩せてんのも知らないだろ。そう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 、見てないだろからね。なんで単純にこの2人の逆になっちゃった水溜りボンドでちょっとリアクションも見たいなというのもありますし、はい、それが終わったらちょっと軽くブシヤ渋谷ヤーシブヤーシブヤーシブポーンサポーンサ散歩散歩はお前散歩だよ散歩とかして、うん、もう誰かわかんねえんじゃないか、逆にバレないようなんじゃないか。そう、これなんかバレないようって俺ら二人で目打つのちょっとはずいやん。うん、そうだね。だからミニ企画として、逆にね、俺トミー意外ともう今バレないと思う。バレないそうだね。実際どうなんかな。あんまり渋谷とか行かないからどうなのかわかんないけど、夢丸のポップアップ俺行ったけど、おう、普通に誰にも気づかないなって。え？喋れよまあ怖くない人だよ、うん、なんで渋谷俺ら二人もう揃って歩いたら、うん、これ完全に偽水溜りボンドの。ああ、いいね。じゃあとりあえず、はい、早速今日はデカキンさんに久々だよね。俺めっちゃ久しぶりだと思う。挨拶しに行こう。じゃあそれでちょっと、うん、運転していこうと思います、はい、お願いします、はい、デカキンさん見たら多分デカって思うってことだよね、多分。まあそうだね、多分。おいおい関係ないやん太ってるとか。食べたら絶妙だ。あんま怖いわ。自分家のカーテン閉められるの怖いわ。本当に怖い。心から怖いわ。炊飯器開けたら今わかんだよ、俺は炊飯器開けたかどうかぐらいは。怖い。いろんなとこにさっき出すな。いろんなとこにそのあれがあると。おお、横誰か来た。カンタじゃないな。カンタ？カンタじゃない。トミ君？おお、何の企画なんだよこれ。あ、ちょ、あ、やば。交渉の機材避けるときの避け方してるわ。狭いってどう考えても。
痩せてるな、お前。今の叩き方、叩いてもどういうこと、誰、いや、だから、カンタとトミー行くんでしょ。あ、やば、あ本体奪ったら俺の。おいおい、俺の本体返せよ。嘘、太ってる、誰、知らないデブ入れられた、家に知らないデブ入れられた、うわぁ、簡単やった、あいつ終わった終わった、知らないデブ入れた、簡単、それやっちゃダメだよ。いや、だからもう外していいでしょ。おい誰おい、え、知らないデブじゃん。え、水溜りボンドです。でも、デカキンさんもちょっと、ちょっと待って、頑張ってよ、待って、ちょっと、本当にカンタなんだ、これ。あ、そうです、声がカンタっぽいもんね。僕です、僕です。いや、カンタです。でも、前はこんな白かったっけ。もっと黄ばんでた気するな。失礼だな。え、本当にカンタ？これ特殊メイクで。はい。嘘。ガチの人に今日やってきてもらって。映画とかの人とかね。やば。やっぱあのトミーが最近めちゃめちゃ痩せたんですよ。はい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 。まあ今度僕が取っちゃって逆でいこうかなっていうね。いや、これ絶対太っちゃダメだね、カンタは。カンタ、そうですね、こうなるんだったら、こうなるんだったらだいぶまずいな。あとデブの動きしてるもん、お腹当たっちゃうから、こうデブの動きしてるわ。目元で違う人かと思った、本当に。あ、マジですか。トミーちっちゃくなってます。超ちっちゃいよ。もう遠近法もちょっと入ってます。このこれに関してはちょっと遠近法も入ってます。でもこのグループ YouTuber 売れないぞ、多分。確かに。すごい、デブ2ですからね。これだから体重これで測ったことないでしょ。あのね、お腹で体重計見えないの。ああ、そうなんだ。そういうデブあるあるとかも。いやもうこの体型だったら靴紐とかもきついっすよね。靴紐きつい、全然結べない、ね、本当に。新幹線のトイレとか狭いっすよね。狭い狭い狭い、もうあの試着室とかも2倍3倍は欲しいですよね。欲しい。え、ここがデブあるあるできることある？俺一応そっち入りたいんだけど入れないし。確かに、そうか。いや、すいません、デカキンさんありがとうございました。お忙しいところ、ちょっとどうしても YouTuber に見せたいなと思って。見せるとしたらやっぱデカキンさんかなと思って。確かにデカキンさんのこの3人の絵は面白かったね。はい、ちょっと今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。バイバイ、行きましょう。さあ、渋谷は気づく人いるのか。え、だいぶ久々だよね。声かけられたらもう俺ら最強、マジマンジってことですよね。もうマンジも古いけどね。ここ俺らよくいたよね。俺ら二人揃ってるし、 C よ、うん、マスクで俺あんま太って見えないぞ。C 太ってるから目引くぞ。なのに気づかれない、うん、お腹とか出てるぞ、実はこの辺の。着いたなぁ。来れちゃってるなぁ。懐かしい東京アンズ。いや、来れてしまっているって。もう気づかれてる。渋谷のハチ公の方まで歩いてってみますか。そうだね、違うやつ見てみる。だから一個可能性としてあるのは、やっぱシルエットでこう覚えられてるっていうのあるよね。まあね、センターがいいエリアですから。センターがいいしてるもんね。うん、バレないようじゃないからね。確かに懐かしもうですからね、これ。急いで懐かしもうって企画。懐かしもうね。いやいや、そこダジャレにしてんのやばい。気づかれないパターンですね、これは。え、検証結果としては、うん、もう完全に体格が変わって歩いてみたら意外といけたっていう。意外と全然気づかない。これ今だから一番気づかれないんだよね。だってそれは本当にそうなんだよ。ね、ということで以上、キャナディさんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。ありがとうございました。